どうも、こまちです。今回はですね、ワードプレステーマシリーズ、有料テーマの TCD のね、テーマをちょっとご紹介させていただきたいなと思うんですけども、その中でもね、TCD も70個ぐらいのテーマがあるんですけども、その中からですね、今こうやって書かれてますけど、制約率の高いランディングページをスピーディーに構築する。ワードプレステーマ、オープスっていうね、テーマを、紹介させていただきますけども。まあ、ランディングページテンプレートになってるんですよね。で、このテーマ使うっていうのは、もう今から初めて使うっていう方には、ちょっと敷居が高いかもわかりません。慣れた方に、手伝っていただけるっていう方だったら全然大丈夫なんですけど、周りに知ってる人が誰もいないっていう状況で、今から、何かを見ながらっていうのは、相当な努力が必要かなって思いますね。やはりですね、ある程度慣れてきてからでないと、このテーマはうまく設定することが難しいんじゃないかな。で、あとですね、デザインセンスも問われます。やっぱりですね、この画像に合うフォントの色とか、そういったものもね、全部関係してきますので、そのあたりをね、ちゃんと分かった上で使わないと、やっぱりテーマの良さっていうものを 100% 引き出すっていうことが、難しいんじゃないかなって思いますね。で、やはりですね、有料テーマの、TCD さんのテーマなんですけども、いろんなこと書かれてます。これ一つ一つね、こう、説明していくと、とんでもない時間になってしまうなっていうところですね。で、ある程度、発信しながら、説明させていただくことにするんですけども、この19,800円の値打ちがあるかどうかっていう部分ですね。正直言います。出したら出しただけの価値はあります。はい。このテーマね、私も何度か使わせていただいたことありますけども、こう自分でね、テーマの作成とかカスタマイズができない方が、2万円出す値打ちはあるんですよ。19,800円の税別なんで2万円はちょっと超えるんですよね。あ、税込みですね。税込みで19,800円で、まあ銀行振込とかなんとかしてたら2万円ちょっと超えちゃうんですよね。まあ、そういうことを考えてもね、出すだけの値打ちはありますよ。はい。出すだけの値打ちはあります。やっぱりね、実際に、私が入れてみて、こう感じたことをね、そのままお伝えさせていただいてますけども、こちらにね、こう専用のワードプレス、こう用意させていただいたんですけども、今入ってない状態です。で、通常ですと、有料テーマの場合、この新規追加から、テーマのアップロードをこう選ぶんですけども、私このサイトですね、アップロードの上限が2メガなんですね。ワードプレス大体そういうふうに設定されてますけども、このオープスっていうテーマね、3.05 メガあるんですよ。圧縮された形で。ということはどういうことですか？アップロードできません。はい。アップロードできないので、じゃあどうするんですかってなった時に、上限サイズを書き換える
で、5メガぐらいまでアップロードしても大丈夫なように書き換えちゃう。それが一つの方法。で、それができない場合に、じゃあどうするんですかって言ったときに、こういう FTP ソフトっていうものを使います。で、回答したものをここに置いてますので、これをアップロードするわけですね。で、このアップロードが始まるとですね、こちら側に移って、あのテーマが使えるようになるわけなんですけども、本当ですね、やっぱり、こういう上限を超えたテーマっていうものがですね、やっぱりちょくちょく存在しますのでね、有料テーマでも。で、そういった場合にどうしたら、問題なくアップロードできるかっていう方法も知っていただかないといけない。で、この FTP ソフトについてはですね、私の動画の中に FTP ソフトの取り扱いについて、説明した動画がありますので、そちらの方は、参考にしていただいてですね、こういうふうにすればいいんだっていうことを、知っていただければと思います。で、これ、テーマ、アップロードし終わるとね、問題なく、サイトの方で、使えるようになるんですけども、やっぱりね、こういう FTP ソフトをね、最近ワードプレスでね、簡単にアップロードすればいいっていう風になってるんですけども、やっぱりないとね、困るんですよね。なのでね、ぜひね、この FTP ソフトの使い方は、しっかり覚えてください。で、使うソフトについてもね、私のサイトの方で、詳しく説明させていただきます。Windows の方、Mac の方、使うソフトがね、変わる場合があります。で、どちらも同じようにインストールできるソフトもあります。で、ソフトによってね、それぞれ使い方も違いますんでね。そのあたりね、どれが自分が一番使いやすいかっていうものをね、分かって使っていただければと思います。ということでね、この TCD の、テーマなんですけども、かなり見栄えする形にはなってるんですね。はい。で、ここの文字をね、ロゴに変えることも可能です。で、ここにね、メニューが並ぶんですけども、本当にね、それなりに見せる、サイトに、作っていけるっていうね、形になってます。やっぱりね、さすがね、2万円取るだけのテーマかなって思いますね。で、やっぱりトップページのね、コンテンツがビジュアル的に、やっぱりそれなりにお金出すだけの、ものを作れる仕組みをしっかりこう出してますね。で、その中の一つにですね、こういう三つのボックスを、やったり、このキャッチフレーズの設定ができるようにしてたりとかですね。こんなソーシャルボタンなんかはね、みんな当たり前のように使ってますけども。で、スマホのね、ボタンにもこうやって対応してます。でね、いろんな、機能があるんですけども、その機能の中でね、やっぱり僕が一番、すごいなと思ったのは、三つのボックスだけじゃなくてね、四角の画像だけじゃなくて、円形の画像にも対応してたりですね、そこにそれぞれの説明があったりね、あとは、ギャラリーコンテンツですね。はい。どこかにあるかな。はい。
こんな感じでね、こういうギャラリーコンテンツができたりね、これが3つのボックスですね。こういうのがね、簡単に作成できるようになってます。で、少々大きいね、画像を入れたところで、自動的に圧縮してくれる機能があります。なのでね、そこだけ大きいとかね、そこだけちっちゃいとかね、ないわけですよね。で、こうやってギャラリーにすることによってね、作品をこうずっとカルーセルで、横移動させたりですね、いろいろできるわけです。なのでね、このテーマね、ちょっと、楽しみではありますね。ということで、そろそろアップロードが終わりますかね。まだ時間かかってますね。これね、アップロード終わるまでね、こう、使えないっていうのがね、ちょっと困ったもんだなっていうところではあるんですけどもね。はい。はい。ではですね、アップロードが終わって更新すると、このように FTP でアップロードした場合は表示されるんですね。で、これを、有効化します。で、PC は、固テーマがダウンロードできないので、自分で作成する必要があるんですね。で、よくやってます、チャイルドテーマのプラグインを、インストールするんですが、まず、ここの詳細をクリックしましてですね、ここのバージョンを見といてほしいんですね。で、1.14 になってますね。で、これで。こういうふうにね、テーマ更新って出てきてるんですね。はい。今ね、1.2 になってるんです。で、こういう場合ですね、TCD の場合、一旦、テーマを削除してからもう一度アップロードし直すっていう手順を取らないといけないんですね。で、まあ、その間また、インストールされているテーマの中から選んで、変更しないとテーマの削除ができないので、これで一旦テーマを削除します。で、もう一度、アップロードし直すっていう作業になるんですね。はい、これでね、またアップロードして有効化したところなんですが、バージョンが 1.2 になりました。で、こちらね、もう、アップデートが出てきません。で、これの固テーマを、では作っていこうと思うんですが、私がカスタマイズした、固テーマ作成プラグインでね、こう、作成していくんですけども、で、いつものようにね、テーマの名前、デスクリプション、詳細ですね。こちらを書いて、Create Child で、固テーマができます。はい、ここで、またポイントがあります。はい。またテーマ更新って出てきます。で、これこのままだとね、ずっと出てくるんです。で、さっきこのバージョン見ましたね。で、ここをもう一度開きますね。
ここの一番上を、見ていきますと、現在利用しているバージョンは括弧です。バージョンの取得ができてないんです。ということでですね、この外観のテーマエディターを見ます。で、この画面でね、スタイルシートは変更が可能になります。で、ここにね、バージョンを追加します。で、Opus のね、一番最新のバージョンが1.2なので、1.2と入れて、ファイルを更新します。はい。ファイルの編集に成功しましたって出ましたけども、これで、テーマの更新に移動します。そうするとこういう風になりますけども、ダッシュボード開くとね、テーマの更新消えましたね。で、テーマを開きます。で、テーマの詳細見ると、バージョンが1.2って出てきてるんですね。で、このバージョンを、合わしとかないと、TCD がね、ちゃんと最新版使ってないんじゃないかっていうことで、分からずにずっと、テーマの更新を出し続ける仕組みになってるんですよね。なので、TCD の場合は、テーマエディターで、スタイルシートの、バージョン情報を追加しておく必要があります。で、こちらテーマオプションでね、TCD の場合は主だった内容をこう変更していくんですけども、こういろいろね、こちらの方で、選択していきます。で、まずね、SNS のシェアボタンとかですね、で、ここで、Google プラスを外しときます。もうシェアしちゃってね、シェアできませんからね。はい。これは、まあ正直必要ございません。で、この OGP 画像ですね。で、OGP 画像は、1200×630 って書いてありますけど、だいたい、1280×720 でも OK です。で、だいたい4対3の、画像だったら、OK になりますので、で、このツイッターに関してはね、ツイッターカードを、こう、やっといた方がいいですね。で、ここは後マークなしで、自分のアカウント名を入れてください。で、ボタンの設定も、アカウント名を入れておきます。で、あと、ロゴの設定ですね。
で、ロゴ画像をこちらから選択していくんですけども、ちっちゃい方を入れてみようかな。で、スマホ用とかね、蓋用のロゴを、入れれたりするんですけども、この辺はなしにして、トップページに行こうと思います。で、この画像スライダー、動画を背景に表示するとか、YouTube の動画を背景に表示するとか、いろいろできるんですけども、まあ、画像スライダーもしくは YouTube の動画を背景に表示するっていうのがいいかもわかんないですね。はい。で、YouTube の場合は、こうやって動画の設定っていう風になっていきますので、ここに YouTube のアドレスを入れます。で、スマホではね、大体の画像を入れとく必要があるんですよね。で、画像のサイズはね、1450×780 ピクセル。どちらも以上ってなってますけども。で、ここにキャッチフレーズを入れることができます。で、説明文のフォントサイズ、フォントの色とかですね。いろいろ選択できるようになってます。まあ、ただ、僕はどちらかというとね、スライダーでいいんじゃないかなと思います。スライダーでね、3つ設定しといて、で、このスライダー使う場合も、できればね、フォントの色とかもね、ちゃんと気にしてないと、読めないんですよね。で、それなりの画像を作る必要があります。そうしないとね、何のための、ヘッダースライダーかわかんなくなってしまいますので、まあ、ただスライダー表示させるだけだったら簡単でいいんですけどね。はい。まあ、スライダーに関しては、そういうところです。で、ニュースを表示させる場合は、こちら、チェックを入れて、表示させるっていう感じですね。で、ここから下が、コンテンツビルダーって言ってね、こうやって、このコンテンツを追加する項目があります。これがね、TCD の、すごくいいところなんじゃないかなって僕は思ってます。このコンテンツビルダーでね、クリックしますと、コンテンツを選択してくださいって言って、こんだけできるんですよ。で、この3つのボックスコンテンツなんかでもね、これチェック入れますよね。で、ここでね、簡単に、こうやって、選択していけるんですよね。こんな感じで。これ画像だけしか入れませんでしたけど、ここに、まあ、見出しを入れてもいいんですけどね。
まあ、説明文と見出しとっていう形でね、こんな感じで入れていくといいんですよね。まあ、これそれぞれね、リンクをこう貼ってもいいんですけども、これで、まあ、設定保存みたいな形でね、これで3つのボックスコンテンツが、出来上がったわけですよね。これ結構ね、簡単に、まあ今数分でできましたよね。で、あとこれリンク用意するぐらいでいいんですよ。で、またコンテンツを追加するとか言ってね、ここで、今度ね、ギャラリーコンテンツを、こう、入れてですね、このコンテンツをトップページに表示する。ね。このキャッチフレーズを入れるんですけども、このカルセルスライダーを表示するにチェックを入れてですね、1個ずつ。まあ、これ 320×320 以上っていうふうに出てますけど、要は正方形の画像で320ピクセル以上だったらいいってことです。なので、こちらですね。で、この画像を追加していく場合はね、この新しいアイテムを追加するっていうところで、どん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 追加が可能になります。この画像もね、画像をクリックするとそのサイトに飛んでくれるとすごく嬉しかったりするんですけどもね。
で、まあ、これね、6個以上追加しないといけないんですよね。1、2、3、4。あと2つですね。6個以上あるとね、ちゃんと移動してくれるみたいなんですよね。これでね、設定を保存します。すると、こちらの、2017だったサイトがどう変わりましたかということで、更新してみます。スライダーがないんでね、こんな形になるんですけども、いかがでしょうか。ここで、あとスライダーがあるとね、すごくしっくりくるのかなって思いますけどね。はい。で、あとですね、スライダーを、どういうふうに設定していくのかっていうところだけなんですけども、ちょっと画像だけ入れますかね。画像だけ入れるとですね。結構色合い的にね、文字の色が難しい設定になってしまいそうですけども。で、ここでね、この上の画像何っていうふうにこう思われる方もいらっしゃると思うんですけども、この上の画像に関しては、この背景画像の上に重ねて表示できる画像になります。
例えばこういうのをこう、アップロードしてですね、入れますよね。こちらなんかでもですね、こんな感じでね、やって、まあ画像しか入れてないんですけどね、これを、更新しましたらですね、こんな感じの、しっくりくる、ページに、勝手に変わってくれるわけですね。で、これスライダーなんでね、勝手に、時間が経てば動くようになります。結構ね、いろんな意味で、インパクトのあるページを、作ろうと思えば作れます。そういうサイトの作りになってるんで、結構ね、いろんな意味で、こうインパクトのあるページを作るには、十分な機能が、備わってます。で、これマーケティングの部分でもね、CTA が3つ設定できるようになってます。で、AB テストの結果とかね、こういうのが簡単にわかるようになっているので、結構、やっぱりこの仕組みがわかってないと設定ができないんですよね。で、やっぱりわかった方に教えてもらいながら、作っていくページです。だから、まあ、一番冒頭でお話ししましたけども、これから初めて覚える方、には、ちょっと敷居が高すぎます。で、ページが見つかりませんっていう時に404ページっていうのが表示されるんですけども、こちらもこういうふうにね、画像を入れたりして、カスタマイズできるようになってます。はい。で、キャッチフレーズと説明文が入れれるので、こちらでカスタマイズした方が、かなり楽ちんですね。で、フッターのカスタマイズはこちらです。で、このあたりね、これずっと順番に開いていって、どんどん設定していくんですけども、やっぱりこの辺のね、仕組みが分かってる人でないとちょっと厳しかったりしますけども、仕組みが分かってくるとですね、どんどんこういうのを追加していきたくなるんですよ。はい。こう見ながらね、一つずつカスタマイズしながら、この機能がついた、あの機能がついたっていうふうにね、やっていただけるといいんじゃないかなと思います。で、こちらブログ一覧がね、この黒いところに、こう、カルセルスライダーになって、表示されますのでですね、やはりこういうところはうまく活用していただけたらと思います。
ということでね、今回はちょっと簡単すぎるところもあるかと思いますけども、この TCD の OPS っていうね、テーマを紹介させていただきました。これは、まあ、正直、2万円払うだけの値打ちはあります。はい。ぜひね、ちょっと自分で投資して、真剣にやってみようと思われる方はね、ぜひお勧めしますので使ってみてください。どうしても自信のない方は、熊八が優勝対応でサポートさせていただきます。熊八ラボが LINE アット始めました。ズームサポート、レンタルサーバーの初期設定無料クーポン付きの LINE アットです。ワードプレスの最新情報がわかる LINE アット。友達追加よろしくお願いいたします。また、ワードプレスの最新情報が動画でわかるワードプレスで自社サイトを作成チャンネル。チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。関連チャンネルもチャンネル登録していただけると非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。